白霊を身につける女性。多数の霊を掲げられた、カメハメハ一世のゾウピカケ霊ククイの実の霊を身につけた子供たち。霊は、頭、首、肩などにかける装飾品で、主にハワイにおいて用いられる。観光用に用いられる花の霊が一般的に知られているが、その種類は、シダ、海藻、貝殻、羽毛、果実、サメの花など多岐にわたる。 ハワイへやってきた記念として、観光客に対して渡されるだけでなく、誕生日、結婚式、卒業式、葬式など、日常の様々なシーンでも用いられる。5月1日は、レイとしてレ作りコンテストなどが開催され、古き文化の継承に努めている。6月11日のカメハメハ大王の日には、カメハメハ大王の像に、多数のレが掲げられる。レの文化は、 12世紀頃にやってきたポリネシア人たちによってもたらされたと考えられており、古来より魔除け薬物、社会的地位の象徴として用いられた。その後19世紀頃に旅行者や移住者によって持ち込まれた植物を利用することで大きな進化を遂げた。例の材料として、初期は貝殻、イノシシの牙、犬の歯、骨、鳥の羽、髪の毛などが用いられていたが、近年は草花、 好み、海藻など植物を用いたものが主流となっているほか、新しい素材として紙やセロハンを用いたものもある。様々なシーンにおいて、感謝の気持ちや敬愛の念を込めて、様々な種類の霊が贈られる。これは自然を通して、マナを得るという、ハワイ古来の自然崇拝信仰から来ているもので、霊を贈るのいの色々な気持ちを総括して、ハワイ語で、アロハと呼ぶ。霊は、 素材の種類や製作手法によって細かい故障や込められた意味が異なる。また、ハワイ諸島の各島にはそれぞれ島を象徴する例が規定されている。形状による故障としては花などを一列に重ねただけの最もオーソドックスな杭、細かく変音だ、切り、ツイストさせた形を取る、ウィリ、複数種類を混ぜ合わせた、箔などがある。 フラワーレイの代表的な種類と利用シーンは以下のようなものがある。また、島の例として規定されている植物はそれぞれ以下の通りである。ありがとうございます。